だいぶ追い込んだんで、まあ、しかも1月19日に始動してキャンプの終わる2月15日までで1日しか休みがないんで、まあ、そんなことは過去になかっただろうし、まあ、そんな中でも誰一人文句言わずにね、しかもこれだけ選手が壊れないってことはみんなのこう今季へのこう期待というかそういうものが非常に大きくて、こう前のめりに慣れてるんじゃないですかね。ゲームに対する内容の追求というか、まあ、そういったものも、ね、去年までなかったんじゃないかなっていうぐらい、まあ、選手同士が話していますよね。攻守のバランスでいくと守備は相手にやっぱりいいことさせない、それから、まあ、長いボールが多くなったりするんで、打ちてやるときはそれに対してのプレッシャーとかを、まあ、組織的にかけていこうと。で、高い位置で守備を仕掛けたいときと、それでもセカンドボールたくさんずっと拾われたり、まあ、相手のポジションに対して全部後手後手になったら少し下げるのはチームの中で良しとしようと。で、今度崖攻撃に対して奪った方のファーストプレーの質っていうのは、まあ、去年からずっと言ってて、まあ、そこはさらにやっていかなきゃいけないところで。やっぱりプレーが止まらないで、まあ、ボールデッドしないゲームがやっぱり見てる人は楽しいわけで、常にこうピッチャーがグワッてみんなが気持ちが入っているような試合をしたいし、でそんな中でこう11人の特徴というか個性がね散りばめられていて、そういう、こう組織力から今度個の力になっていくとか、この力を組織力でとか、そういうこう押し引きのサッカーが好きだな、まあ、選手がピッチで表現してその結果チームは勝って、その結果お客さんが入ってとかね、そういうこう比例していくような右肩上がりのそういうサッカーを目指したいと思いますけどね。サポーターの皆さん、今シーズン、また厳しい戦いが始まります。42試合という長丁場ですけど、まあ、皆さんの応援が絶対必要です。サッカー自体はおそらく、楽しく、そして非常にエキサイティングなゲームをたくさんお届けできると思いますので、ぜひスタジアムに足を運んで我々ジュビロ磐田を応援してください。一緒に昇格に向けて頑張っていきましょう。